チャオ、あっちゃんです。今日6月の22日、お買い物行くのにね、ちょっとね、今週のレシピを考えていきましょう。はい。では考えていきましょうね。22日か、月曜日、23、24、25、26、27、28、29、30、火、水、木、金、土、日、月、火、金曜日と土曜日、これオフ会と、ちょっと出かけがあるんでなしで、お弁当が 1,2,3,4,5,6,7、 お弁当適当にあるんでね、お弁当のおかずも買いましょう。はい。で、今日は明日は魚、明日、この辺り魚移動します。 ある程度ね。で、水曜日何しようかな。水曜日ね、鶏のささみでなんか作ろうかな。ささみ、豚は切り落としんでもしょうか。で、炒め物軽くね。であとはもう江戸のね、江戸の庶民のおかずっていうのを増やしていくから、いろんなもの買っていきます、そのあたりね。で、午後お話で日曜日、鶏胸で何しようかな、カツでもしようか。でここはね、ちょっと冷凍しておきます。で、月曜日はまあ多分このお買い物行ったらここ魚になるね、魚、ちょっと魚になるけど、もしお買い物行けへんな場合は鶏胸の何か冷凍で作る。でここはね、何でもいいや、なんかあるもんか、もういい、買わんでも。絶対この辺には買い物に行くからね。で、今週少ないね。で、弁当用、お弁当用に、豚と、鶏、もも。で、今、いりこがね、いりこ、忘れたね。いりこ。あと、なんか欲しいものなんかいったかな。よし、買うもん考えよう。今日はね、魚で、鶏、ささみ、胸、もも、豚、切り落とし、もうこの辺りで OK で、ささみがこやからだいたい 600g からぐらいで、胸がカツとこれとで約2kg、約ね、1500とかでもいいけどね、あんまり先に食べんからな、1500とかでもいいかな。まあハム作ってますしね。で、もも、鶏ももでお弁当用やから 500g ぐらい、豚だいたい 1000 ぐらい、こんなぐらいでね。で、これがメインで買うもので、お弁当用とかに変わるのもね、いりこ、じゃこ、かつお節まだ持っちゃったかな、もうちょこっとか、かつお節ね、青さ、わかめ、生塩わかめ、塩わかめで、あと何言ったっけな、ミルクが2本でいいや、今回卵1パックでいいかな。あ、でも今週あれか、あ、違う、カラオケも行くね、今週カラオケ行くから、桃プラス1kg、卵2パックいこう、
で、ハムとかベーコン、チーズ、あと何いるかな、ハーブ類しようかな、こんなとこでいいかな。あと野菜やね。野菜は見て買います。あとなんか欲しいもあってんけどな、何やったっけな、なんか忘れたかんね、忘れたかもあってんけどな、何やったっけな。なんかこうてこもとってん、思い出したか、こうまだ行かへんし。はい、ということでね、今日のあっちゃんのねお買い物リストいろいろ書きました。まだちょっとねなんか忘れてる気がするね、朝からなんかいるなと思うもんがあってんけど思い出さへんのね。でまあ行ってねちょっとうろちょろしてて思い出したら買ってきます。だいたい今週ちょっとねすごく安く上がりそう。鶏のささみと胸、まあ2日抜けるっていうのもあんねんけども、でもその分とね、あとね鶏胸に変えてた、鶏胸は値段が安いっていうのもあるし、で体にいいのかって言ったら鶏胸の方がいいからね。だからもうなんか知らんけどね妙に健康志向になっちゃって健康的なものが食べたくなる。あ、たらこか、たらこ、こうやってねちょっとね買っていくものをね厳選していこうかなと思って、で節約っていうのもあるんやけども、やっぱりね健康志向のために今までの節約は金額を落とすとかね、やっぱり食べさせる量を減らすわけにいかないから、金額を落とす。で体の組織になるためにもねやからお肉を食べていくっていうのでね、まあねお肉食べさせてあげたいっていうのもあって金額を落とす。そこで鶏肉は、豚肉は牛肉はね、産地を1ランク2ランク落としていくっていうね、本末転倒なことになっててね、言ってみたら外国産のお肉っていうのは、成長促進剤ホルモンを使って餌を使って、早く大きくさせたりねして、作ってるお肉が多かった。でそれが許可されてる国があってね、もちろん安全とは言われてるけどどっかわからない。それと遺伝子組み換えの、コーンスターチを使ったもの、ね、そういうものを省いていくっていうのもすごく大事だと思うんだよね。そういうところを勉強していってこれからやっていかないといけない。はい、準備しや。はい、そうやってね、いろいろと。何、虫おんの？蜂？それ蜂ジェットやで。蜂おったん？いやー、袋入ろうと思ってんけど、まあ、どんどんそういう。今頃から、早、待って、早入ってきいや、もう。めっちゃでかいの。学校行く前にシャワーするみたいな。たまりません。はい、まあそんなのでもええわ。何言うとるか分からないでもてんか、体作りに大事なものっていうのはやっぱりいい、まずね食材もやねんけどいい調味料ってすごい大事だと思う。塩、醤油、味噌、これ日本人の基本。そこをねいいのを使うことによって、いい塩を使うことによって体のまず基本を整えていく。それでいい食材を使っていく。やっぱり日本国内の産地でねきっちり作られたものを、食べていく。でその中でやっぱり赤いお肉よりも白いお肉、鶏のももよりも胸ということでね、もちろん安いよ。 100g で40円とか50円ぐらい、ね、のを買っていく。もちろんそこからねまたちょっと余裕が出てきたりしてたら地鶏に変えていくっていうのもいいけど、なかなか地鶏屋さんにわざわざ鶏だけ買いに行くっていう、鶏ももを、じゃ鶏胸でも地鶏屋さんでも100円ぐらいするんだよね、 100g ね。そういうのにスイッチしていくっていうのもいいことやと思うんだけどね。けどね、鶏ももはね地鶏屋さんのものを食べたらやっぱかなり美味しかった。でも胸はねそんなに分からへんのよ食べてて。胸もねだからライトニング、ブライニング、ライトニングちゃうわ、ライトニングはバズライトイエちゃうわ、なんでもよ、ブライニングして、しっとりさせて、地鶏の鶏胸食べたら美味しいのかも分からへん。そういう食べ方っていうのもありかなと思ったり、ね、いろいろそうやって厳選していくっていうのもね考えていこうかなと思ってるんで、だからこうやってね考えるとね、鶏ささみ600、鶏胸200、
鶏ももが500でしょう。まあ、あの唐揚げ別としてね、うちで食べる分に関しては600、200、これ、例えばささみなんかでも150円ぐらいするのかな、地鶏やったら。普通やったら60円、70円、80円だけど、倍ぐらいしてね。で倍として、大体値段が倍になっちゃうけども、鶏2キロ、2キロで2000円。もも500で、500円、1キロで1000、2000ぐらいするのか、2000円かな、1000、1キロで、1キロで100グラムで100、200円。弱ぐらいから500で1000円ぐらいでしょ。なんかお弁当か、うんね、でささみなんかの600やったら大体、1000ちょっとぐらいでしても、普段食べてる豚、今日いっぱい買ってたでしょ、あの豚肉とか、牛肉とか買ってたこと思うと、ちょっと安くいけるような気がするんでね、地鶏にしてもね。だって、食材を厳選していく。でいりことかじゃことかね、あの鰹節とかも、無添加のものを買っていくってことでね、お味噌汁なんかでも味の広がりが全然違う。それとやっぱりね、化学調味料を使ったお味噌汁、美味しいねんけど不自然な味をしてね。最初はね、味美味しいねん、もちろん化学調味料は体に悪いかいいかで悪いねんけども、から悪いものほど美味しくてね、やねんけど、素朴な味、玄米で食べてると素朴なものが欲しなってきて、なんか化学的なもの、ケミカル的なもの受け付けんくなってね、カップ麺にしても、やっぱり油にしてもね、米油で揚げたいんだけど、なんか違う、なんかそういう油で揚げると、オメガ3が壊れる油とかで揚げちゃうと、やっぱり胃もたれしたりすんねん。だんだんそうやって体が変わってきてるんやと思うんでね、それに、従って体にいいものを食べていくって、すごい大事だと思うんでね、これからそんな感じでやっていこうと思うんでね、まあ食材を、節約しつつ厳選していく、すごい大事ちゃうかなとあっちゃんは思います。はい、ということで今日のお買い物です。出来上がったんでね、お買い物行きたいと思います。まあでかいんよね、まあ、子供を送り出してちょっとしよう、まだお着替えもしてない、パジャマやねんけどね。まあね、ちょっとね、ちょっとあの厳選してから行きたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの1週間の食材、1週間の計画メニュー、いかがでしたでしょうか。よかったと思ったら、高評価を応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。